と、安田テミリアスです。そして、アウスさんです。山さん。ありがとうございます。本日もですね、アサミゴルフクラブさんに来させていただいております。アザス、アザス、アサミゴルフクラブ。ということでね、このユニットは、折れた。ここで、オーダーメイド。オーダーメイド。吊るしじゃん。今、吊るしじゃん。あ、吊るしになっちゃったっていうことでね、チーム解散っていうことで、本日はですね、第3回、ミニ最強決定戦。アザス、いよーす。3回目っすよ。もう3回っすよ。俺2連覇中っすよ。いや、全然初めて聞いたんですけど。ミニ最強、え、あ、知らなかったっすか。ミニ最強、え、この空前の大ブームを巻き起こしている企画を、うん、ミニ最強決定戦。ミニ最強決定戦っすよ。かぶられてた。かぶられてないっすね。4人で。4人でしょ。4人でやるっていう。そうっす。あ、いつも4人と言ったら俺とネートのイメージある。そうそうそう。あ、もう何個か流れてんすね、じゃあ。もう、まあ、流れてますね。流れてます。1回目はあのチャンピオン誰だ。僕っす。え、2回目は僕っす。え、全部勝ってんの僕っす。すごい。アンダーアンダーっす。さすがツアープレイヤー。うん。第1回、第2回、第3回。この戦いで得られるものは名誉。あ、ない。お金は。お金なし。お金今のところないです。今のところ随時募集中してます。なるほど、はい。はい。これ流れてる頃にはワンチャン本当に。ワンチャン何か。後付けまであり。後付けはありますね。あ、ありですね。後付けも募集ですね。これは最終は結果分かるまでは。うん。タイムリーな後付けが最終話までに編集加えてできるかな、うんうん、ね、ご興味ある方はぜひお願いします。いやー、広告代として安いと思うよ。あ、確かにね、うん、まあそりゃそうですよね、うん、安い安い。ということでね、第3回となりましたが、バスさんは2回目だ。2回目ですね。あ、うん、やってんだ。第1回目と1回目やってましたね。お前やってんだ。やってんすよ。どうですか、うん、今日ですか。今日決まってんだろ。いや、アウさんと久しぶりなんですよ。あ、一緒に回るのは、はい、回るの久しぶりです。半年ぶりか。そうか、年にそもそも2回ぐらいだもんね。そう、そう、意外とね、はい、なんか俺ね、組み合わせが偏っちゃうみたいなんですよ。なんか何でも無意識のうちに。ああ、なるほど。好みの好みの組み合わせがあるみたいな。無意識でね。無意識で、うん、言った方がいいね。じゃあ誰々とそうやってないよって言ってほしいです、うん、それは。バスさんはやっぱドヤさんとみたいな、うん、俺の中でこうくくりがあるんで、うん、でバスさんってあんま空いてないんですよ、うん、だから、ね、バスさん空いてる時はまあドヤさんとつけとくかみたいなので考えてます、うん、そもそもカズプロ招集率が高いもんね。カズプロは高い、うん、最近そうですかね、うん、あ、でも俺も久しく会ってないですよ最近。あ、そうなんだ。リアルタイムでは、うん、カズプロはまあ割とオールマイティーなところがあるんで、うん、誰とでもっていう。そうですね、うん、まあ久しぶりにアウさんと会えて、まあ嬉しく、うん、あとはまあそうですね、このミニ最強決定戦で、うん、まあミニですけど勝ちたいなと思っております。どうですか、アウさん、初のミニ最強決定戦参戦、うん、いや、ちょっと本当にこの4人で全員打つっていうなかなかない最強決定戦ではあるけど、なんかまた人は違うと、うん、まあね、確かにできるだけ頑張りたいなと、うん、そんな風に思っております。ティー一緒ですか？ティー。まあミニ最強決定戦で、うん、まあ今回得られるものが名誉ということで、あ、なるほど、一緒でいいかな。なるほどね、うん、そこは。まあこれ賞金がかかってきたらやっぱアマチュア前と。そうですね、白ですね。そうですね、プロを立てなきゃいけないっていう。白黒。白黒で、うん、まあいいでしょう。まあいいでしょう。お金がかかったらね。ということでね、はい、ぜひね、ご協賛いただく場合はものすごくプッシュさせていただきますので、ね、うん、ぜひお願いできます。お願いします。ということで、今回も楽しく真剣にやっていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。お願いします。お願いします。え、いきいきいきいちゃいきミノミッチはパーパー420ヤード。さあ、ミニ最強決定戦第3回になるんですかね。はい。あ、キーでやる？ど、や、ば、あ。じゃあ、V1 1番。元気出してこうぜ。お前だろ？腰痛いですか？いや、大丈夫、全然大丈夫。そんな言い訳しないですよ。南1番パーパー420ヤード。やりましたよ。失敗しましたよ。お願いします。おー、右行った。あれ、開けてないっすね。いや、多分あれですね、中の8番ですね。今日ゴルフパートナーティーの限定カラーピンクで、いいなー、いいなー、それ欲しいな。バスさんはゴルパティバカにしてたんで、それやめてください。
ゴルフパートナーを敵に回すことになっちゃう、うん、敵に回したんですよ。よろしくお願いします。カット。こっちに行こう。わっ、いや、飛んでればね、うん、抜けてる、うん、お願いします。イェイ。おはようございます。木？木ですね。え？木？さん、カメラ、大丈夫ですか？俺に心配すんない。お願いします。お願いします。多分終えてる。お、縦地。あ、置いてるかどうかわかんない。さあ、なんか届いてないんじゃないかな。あれは届いてなさそうですね、うん、届いてるわ、多分届いてます。うん、バンカーかな。いやいや、あのあれ見たらね。ああ200ちょっとで。あ、さすがに、さすがに、うん、ドヤさんぐらい飛ばないとあれ右行っちゃわないんだろうな。あれ初めて見た、なんかこっちにキックしてこないの。俺シャットに使ってからめっちゃあれが出るようになった。嫌がっちゃってんの。あ、アウス、あのバンカーのヘリかな。あ、バンカー超えてんだ、キャリーで。キャリーキャリーキャリーこの辺でしたけど、150ぐらいですね。150ですね。はい、7番アイアンで。はい、うん、おっす。乗った？うん、真ん中に乗ってます。乗ってますか？あ、乗ってる、うん、ナイス。やっぱ木当たっちゃってたっすね、うん、ピンは左の上の段っすね、今日空いてる？ここは無理なんで。うん、でもまあ空いてるっちゃ空いてるか。はい、ああ、うん、いいよいいよ。はい、ヤス君、左の林から一回出します。一回出します。8番で残り100ぐらいなんですけど。残り108番で。うん、ナイスアウト。危ねえ。うん、ナイス。ありがとうございます。いいっすよ。135。7番。うん、ここっすね。 S 110ヤード。ピッチングで。ピッチング。ラウンドが強いね。奥だ。あ、ちょっと奥かな。うん。浅見のスタートティーショットが散りましたね。散った。今日はね、30分ぐらいちょっと遅れてっからね。まあまあ、人気なゴルフ場ですよ、浅見は。50ヤード。50。嫌な距離ですね。お、蝶々、買って、58度で。あ、ちょっと左行ったか。ちょっとオープンすぎるかもね。あ、構え。アライメント、うん、向いてる方向に。まあでもパーチャンス4メーターぐらい。これは20ヤードというか、19ヤード。はい。62できます。はい。うん。お、入る。うふ。え？今のバウンドおかしかった。なんかずるしたな今。なんかずるした。お、翼お前何不安そうな顔してんだよお前。これだ。これか。じゃ行きます。はい。15ヤード。はい。ちゃっくりしたぞ。あ、今狙ったの？ちょっとちゃっくりでもいいかなって。あ、そう。でいただきます。お座り。あらす。バーディーパット。はい。15メーターぐらいかな。おお、うまい。ナイス。やっぱりあれですね、最強決定戦の名残が残ってますね。どういうこと？え？最強決定戦の名残？ランバンの。ランバン。ここのピンであそこに同じところ乗せました。3パットでしたけど。パーパット。はい。3.5 メーター。はい。おお、け。おやすボギー。さあ、翼がパパッと。パパッと、2歩です。はい。うん、ナイス。
あ、グリップ変えた？変えてないです。あ、ずっとそれ？はい。アウサンパーパット。パット。うん、ナスバー。さあ。完璧でした。あれが強かったと思ったっすね。エアレーションの穴にボールがはまってくれましたね。うん、見事に。ラッキーバーディーですね。ラッキーバーディーでいいんすよ。パーにしときます。え、なんで、うん、ラッキー分を。バーディーパーパーボギーと。いき今日声出てますね。今日出てます。ちゃっくりですかあれ。あれはちゃっくりでも OK って感じです。ああ下りなの。早かったですね、やっぱ下りは。練習グリーンよりちょっと転がる。うん、なんかちょっと、イメージ。あとなんかやっぱ硬さがありそうな感じの。そうですね。なんすか。なんすか。歯入ってますけど大丈夫ですか。大丈夫です。歯入ってます。増量してるんで今。増量中。だって、バルク期なんで。俺とあんま変わんなくないですか、体重。変わんないですよ。俺だって今78っすよ。バスケやり始めて太るようになりましたね。バスケ行って飯行っての繰り返しになっちゃうんで。ああ、夜ね、うん。飯食って、バスケやって飯食うんすか、まあ、そうですね。やっぱちょっと、誘われるとやっぱり。2番、パフォ、366、左ドッグのね、構成を出す。残念だけどな、本当は。ドラバル。ドラ。お、たっけ。ボロだ。で、ちょうどいいっすか、じゃあ。わざと高い球打って距離落としたんですよ。このライン。ああ、フェアウェイにはないかな。うん、そう、めちゃくちゃ奥行くから。うん、おお、これもで奥行っちゃうんだよね、結構。あ、あれ？止まりそう。止まりましたね。めっちゃフェース開いて打ったもんね、今。おお、今日みんなちょっとあれですね。ちょっと待ちがありましたか。まだ体動いてない。まあ3ホールぐらいね。そう鳴らして。スプーンで。はい。ああ、あ、右に落ちたかな。なんか右に落ちた気がする。なんか飛んだ。うん、賞金はないですか。今回なしですね。先に企画をやって、うん、そこから賞金がついてきたらいいなって思うタイプで。なるほど、ね、の進め方ね。俺この木に当たったんです。 あれかな。あった、あれだ。まだ全然あります。200ぐらいあると思う。直線で言ったら180ぐらいかもしれないですけど。はい、まあ木出します。5万円で、はい、もう木当たんないでくれよ。まあ、でもそういう道だから大丈夫。ババババ。今日動きますね、朝すごい。いや、アクティブっすね。いや今日ダイエットしに来てんの。ダイエットしに来てんの。マジで太りまくってんだ今。なんかすげえ動くなと思ったら。太りまくってんだ今。減らしたいんすか。いや、そりゃ減らしたいね。10キロ減らしたいね。すげえ動いてるな。無駄に動いてないんですか。走ってる走ってる。走り方重いもん。いただきます。はい。130ぐらいですけど、7番で。はい。OK。出ました。ナイス。ああ、163。163。6番でいきます。6番で。おお、いいとも。ワイヤーしてない？出ます。でかいな。あ、でも、ああ、でかい。130です。130、はい、ピッチングで。はい。ショ。ちょっと狭いか。うん、ないしょ。ちょっと、メッツシお願いします。はい、捕まりました。はい。なんで今、低めのフックで行こうと思ってたんですか？これ傾斜的に。あ、つま先上がり？はい。ああ、そういうことね。メッツシ出せ。はい。いや、俺打つんですよ。あ、すいません。いや、カメラ渡せって言ったの。めっちいっす、めっちい。急にタメ口でカメラ渡せって言われたのかと思った。おい。もう。僕じゃあ、106。106。勃発でいきます。いいぞ、これ。5。おぉ！よし。ライト。おぉ！連続あるんじゃないこれ。連続ありますね、めっちい。あ、ナイスメッチ。あ、初メッチ。初メッチ。87ヤード、58度。うん、4打目。4打目。OB したようなもんだから。うん。ピンまで85ヤードです。音切っとけよ、バッサン。
いや、ナイスだよ。ピン当たった今。当たった当たった。ナイス。マツさん、音切っとかなきゃ。横。あ、今、消えました。消えた。え？これですよ。あ、消えてない。こっちは。翼機械音痴だから。翼機械音痴だろ。うん、機械も何でもいい。完璧なタイミングで音れた。いや、しかも今、ピン当たったんすよ。マジで。俺の。多分ピン、ズームしてたから。ナイス。すごいじゃん。毎回鳴らす？音鳴ってくれたからピン当たったんすよ、今。ほら。よっしゃ。よっしゃ、ドヤさんやっぱ音的に埋まってんじゃないかなって思ったら埋まってた。入っちゃえばよかったのにな、ピン当たるなら。カナパッチョからアプローチ習ったんで。これじゃあ大事な見せどころですね。ダヤさん3打目奥から20ちょっと。うまい。入るよ、入る、ある。あった、うん、よし、ナイス、ナイスパッチョ。よし、アンさん、なんで吊るしなんすか。え、パターンすか。吊るしじゃないですか。吊るししか勝たん。さあ9歩バーディーパッティング。はい。おー、打った、打った。ああ、それ、それちょっと重い印象ありましたから、ね、重い印象ありました、ね、うん、いや、そこ重そうなラインですしね。じゃあ僕、2メーター強、はい、バーディーパット跳ねた、入る、あ、跳ねて入る、跳ねて入った、跳ねて入ったわけじゃないですよね。あ、俺の自分のディボットで跳ねました。いや、そう、ディボット、2歩パーパッていきます。はい、ナイス。じゃあ、アウさんもパーパット。皆さんが切れないって言ったから。うまい、ナイス、ナイスパー。ありがとうございます。いやー、でかい今の。でかい。寄せは。カナパッチョさんからアプローチ狙ったんですよ。今、このままやったんです。そうですね。ナイス。ラフでなんか変な引っかかりしたんですけど。うん。結構低めに出ましたね。わかんないような打ち方を習ったんですよ。いや、なんか正解のアプローチですね。いや、やつもいたけどね。はい。やっぱね、女子うまいからね、アプローチ。よし。パッチョですね。マイナに00プラに。ちょっとサイさんが。走ってますね。走ってますね。よくないな。走っちゃってる、まあ、そろそろぶっ込むか。走っちゃってる。早いな、第1話早いよ。早い、何をぶっ込むんですか。そろそろぶっ込まないとな。何、俺何もやってないですよ。そろそろ、今ここまでの2ホールすごい淡白に来てますから、うん、ちょっとあれですね、山作った方がいいですね。あ、3番ショート話それしますね。え、うちのぶっ込みのアウが黙ってないです。こんな展開だ。3番か。南3番パー3、170ヤード。実測、打ち下ろし入れて164ぐらい。さあ、ドヤさん、8っすか？ 8 でいきます。まあ、奥なんでね、手前でもいいやって思いながら。はい。そう、ちょうど、まあ、センターっすね。ナイス。さあ、翼は 8？ 7。おお、ちょっと。ああ、でもまあピンはまあちょっと短いぐらいやったね。ちょっとなんか白いのついてるよ、右の頬に。もうちょっと奥、もみあげの下。あとでかけられちゃった、白いの。はい、誰にだよ。かけられちゃった。さっき。ヤクゴル TV は男同士っていうフェーズが今入りつつある。うん、6番でいきます。おー、やっぱちょっと右出ますね。あ、バンカー。男同士って昔ボキャブラ天国で江頭と誰か組んでなかったっすか、男同士っていう。あ、組んでましたね。組んでましたよね。そう、コンビ。ボキャブラ天国で。これ知らない？どうしてんすか？海ジェリ水魚。もういたね。そこのKRライン。ああ、そこのKRライン。抜群。ネプチューンのあの、ああ、ホスト、ホスト。めっちゃ好きでした。その通り6番のラインですね。うん。まあ、山。ああ、行った。うわあ、落ちろ落ちろ。あ、まあ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 、まあ。
やすくんマジで誰かわかんないな。やっぱ基本ケツがちっちゃいから、ケツちっちゃくて足細いからさ、後ろのシルエットが誰かわかんない。あとはやっぱそのスラックス系をね、やっぱ履くようになった、うん、そうですね、最近結構これは印象変わります、スラックス系は、うん、僕も最近ずっとスラックス系に、うん、確かに、うん、お前だけ短パン、11月短パン履いてんの。もう今11月3日っすからね。そういやもうずっと短パンで行こうかな。あ、真冬も、はい、絶対行かないよ。楽ですよ。絶対行かないよ。楽じゃないだろ、短パン履いてたら。寒いじゃん。これも冬半袖の瀬戸春ちゃんから、冬も半袖のポロシャツあれ着てくださいって言われたんで。あ、そうです。全然着なくていいんじゃないですか。何なんすか、カズプロ。カズプロ増えた。カズプロじゃない。冬はさ、普通に防寒すればいいんじゃない。確かに。寒いじゃん。こう言われちゃったら、聞きますよ、僕は。従順っすね、あのさね。従順っす、僕は。従順っすね。従順なのか。これから行きます。はい、バンカーショット、はい、バンカーショットバンカーショット硬い。おっ、おでもナイス。ダンクするとこだった今。ピン絡みますね。上行きます。22ヤード、はい、58度。いやこうやって映ってしてると誰かわかんないな。うまい。止まっちゃうんじゃない。はい、翼。15ヤード5発で。はい。うん。うまい。たくさんいった。ちくしょう。取れてなかった。当てられました。わざと足に当てたから。当てられました。足ならいいでしょ。いや、よくないっすよ。人に物を当てるっていう動作は。また来るから変なのか。やめた方がいいです、そういうの。またいろんな警察来るから。前ニンニク警察来たら。ニンニク警察、仕込み警察。10本バーディーパット。あ、切れちゃうか。あ、伸びない。うん。終わりです。はい。ここ、やっぱ。はい。パパット。はい、7メーター、はい、トライビーム角型。トライビーム角型。いいか。おお、惜しいな。あれ、あ、そっちがこっち良くなるの。そうか、お先します。見えてる。あ、そうそう。うまい。ちょっと危なかったですね、今。パパット4メーター、はい、おお。ちょっと来た。いや、すらですけど、すみません、お先です。ボギー。二歩。パーパット。ナイス。さあ、第1話が。終了でございます。はい。いやー、ドヤスさんが2アンダー。はい、翼がゼロ。ゼロ。1、3って感じですね、うん、まあ、まだ分かりませんから。ちょっとでもなんかやっぱ最強決定戦ミニでも最強決定戦の名がつくと、うん、いやちょっと変わりますね。やや締まるんですね、うん、締まるですね。賞金がないとはいえ、うん、やっぱワンチャンにかけたい。ワンチャン、後付け賞金、後付け賞金。な、確かに。この時のこの戦いにぜひっていう、うん、後付け。そう、まだ1話目なんで、まだ間に合うんで、まだ5日あります。確かに確かに確かに、うん、このここまでだったら、うん、あれですね、受け付けられる、受け付けられる、うん、最終話にちゃんとその企業様をねじ込むんで、確かに、うん、家で動画撮って、うん、ご紹介をね、ねじ込めますから、ねじ込むんで、はい、お願いします。お願いします。